コーヒーどうぞ。いただきます。どうぞ。Spotify、やってる？やってるやってる。やってます。プレイリスト出してる？出しました。出した？公式で出した。今やってんの？やってますやってます。探す。星野源で出てくる？出てきます出てきます。俺も昨日から始めた。あ、マジですか？あ、昨日から。だから番組のタイトルで、いや俺あだ名でやっちゃったんだよ、マッチゲっていうのでやっちゃって、そうするとなんか誰がやってるか分かんなくなっちゃうから、一応番組の写真を貼っつけて、それでやり始めた。だから番組でやった曲とプラスアルファで終わったんだっけっていうのは。マツケさんも出てるんですか、そのプレイリスト。誰も出てる。フォロワーはゼロ、まだ作らない、誰も作らないから。え、じゃあ俺しますよ。探してみて。やった。すっげえ。あ、一人のフォロワー。あ、これ星野くんだって言わない、言わなきゃいけないね、これね。一人目ほら、ついた、一人の。増井さん、またちょっと位置的にはちょっとここにいていただいて、で、リンクはこっちの方で、あ、そうか、はい、手元だけになる。じゃあここは音楽はなしで、はい、入れながらちょっと二人の何気ない会話というか。じゃあ行きましょうか。お願いします。いいですか。はい、お願いします。はい、参りましょう。じゃあ行きます。はい、本番よスタート。ツイッターのインスタグラムを俺ちゃんと買ったんだよ、始めたい人のためにみたいなもの買ってもさ、スポティファイももう全く今もうものすごく深いところにいたね、自分がね。だからそれあれですね、ちょっと相談してくださいよ。誰に？僕に。相談乗りますから。だってそんな相談に気軽に頼むような人じゃないじゃない。人ですよ。ベストフレンドじゃないですか。一人目だったからね。一人目のフォロワーだったからね。うん。もう台湾に行くぞ。台湾。僕も台湾行きます。いつ？12月の13日。俺台湾行くの、ね、いつだっけ。1週間ずれてたね。え、1週間、あ、2週間ずれてた。うん、そう、もったいない。そうか、前白菜鍋の店。あ、記念写真撮りましょう。どうぞ。こういう写真をインスタにあげるの楽しいんだろうな。やりましょうよ。だからインスタやりましょうよ。こちらでも、じゃあもう星野君に無理やりもう一回連れ戻されたっていう。そうしましょう。ちょっとじゃあ僕は無理やり連れ戻したとかしましょう。これで何を？以上、撮影的には以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうお力になれればもう何も、ありがとうございます。こちらこそご指名いただきました。ありがとうございます。フォロワーにもなっていただいて嬉しかったな。一人目が星野源というね、なかなかないですよ。